が掲載された。日本ロック界の頂点に君臨してきたスーパーバンド XJAPAN の解散である。その突然の解散会見はなぜかボーカルの阻止を除いた4人の会見という不自然なものであった。それでは XJAPAN を代表いたしましてリーダーである YOSHIKI より皆様に重大な発表をさせていただきます。本日9月22日をもって XJAPAN は解散します。平成元年のメジャーデビュー以来 CD 売り上げ、コンサート動員数などさまざまな新記録を打ち立てロック市場に輝かしい足跡を残してきた XJAPAN。 しかし一方では常に解散の噂も付きまとっていた。中でも昨年3月にはグループのリーダー YOSHIKI が持病の椎間板ヘルニアで倒れ XJAPAN は絶体絶命の危機と言われた。今後果たしてステージに立てるのかっていうような状況、そこまで考えなければいけない、状況に立たされていると思います。全然関係ないっていうものかなんか解散の再起不能だとか書かれるとね、胸くそ悪くなりますね本当に。それ本当にリハビリの状況というか、そういうのも兼ね合いがあると思うんですけれども、まあなんとか年内にもう一度コンサートをね、ステージに5人揃って上がれるように、頑張りたいと思ってます。グループ最大の危機を乗り越えた XJAPAN。 昨年12月にはグループの核をなす2人、幼稚園時代からの幼なじみというトシとヨシキが抱き合う場面も見られ、グループは順風満帆のように見えた。しかしボーカリストだったトシが今年の4月20日の時点で XJAPAN を脱退したいという申し出がありました。理由は音楽性の違い、方向性の違いということでした。それに対しメンバー全員で引き止めましたが、すいません、本人の意思は固く彼の意見を尊重して彼の脱退を受け入れました。確かにさまざまなソロ活動、 HIV 訴訟原告支援などトシは独自路線を歩み始めていた。またトシがヨシキに脱退を告げた4月20日の2ヶ月前にあたる今年2月、トシは主演を務めたロックオペラで共演した女優森住香織さんと入籍を果たしている。やっぱり僕もし一人だったらね、なかなかそのじゃあどうしようとか、そうやって感動した心とか動いた心があるとしたら、なんかそれを多分その前まではそのまま感動とか心が動いたってところでもしかしたら終わってたかもしれないんだけど、それをこうなんかこう動いたら行動に移すをやっぱり彼女がすごく教えてくれたと思いますよね。メンバーでは唯一の既婚者となったトシ、家庭を持ったことが彼に微妙な影響を与えたのかもしれない。今年1月に発売された彼のソロアルバムでは明らかに今までの XJAPAN のサウンドとは異なった方向性を見せている。一方、トシの脱退、グループの解散というあまりにもショッキングな事実を突然突きつけられたファンたち、彼女たちは一体どんな心境でこの会見を見ていたのだろうか。こちらは JR の原宿駅です。このすぐ近くの広場に XJAPAN のファンが集まるといいます。この先にすでにまだ記者会見まで時間があるんですが集まっています。この突然の解散発表、これに対してファンはどういった反応を見せるのか聞いてみます。皆様に何でよ、ヨシキより
ではどうぞ。本日9月22日をもって XJAPAN は解散します。実はボーカリストだったトシが今年の4月8日の時点で XJAPAN を脱退したいという申し出がありました。そして何よりも僕らの心の支えであったファンの方々に感謝の気持ちを込めてご礼したいと思います。トシに出てきてほしい。トシが抜けるなら、トシが話すのが筋だし、私たちに筋通せって教えてくれたのはトシだ。言い続けます。 X ファンであることは自分の誇りなんで。今回のトシ君の脱退はすごくやっぱりショックだったけれど、ああやなんかそんなトシ君を裏切ったとかそうやって思いたくないし、みんながそのトシ君を責めることはできないと思うし、急に裏切ったとか腹立ったとか私は言えないです。ラスト CD を11月に発売するという XJAPAN、 動揺しているファンに直接語りかけられる機会はもうないのだろうか。 XJAPAN が何だろう。まあ17年間やってましたから、まあ人生みたいなもんですね。突然の開催会見、ファンの方々にとっては本当ショックだったと思うんですよ。この会見ね、15分間で終わってしまったんですけれども、その解散という言葉をするまでに手を震わせて、声を詰まらせて、声を震わせての会見だったんですよね。やっぱりそれまで17年間人生、X は人生だったっていう YOSHIKI さんのね、その思いが一気にこう15分間で伝わってくる会見でした。そうですね。実はまあ、昨日の会見にはね、姿を現さなかったトシなんですけれどもね、実は本当にいろんな相談に乗ってらした庄司さん宛にですね、そのトシから手紙が届きました。今日取材に行ってまいりました。昨日の解散宣言から1日が経ちました。今朝トシから一生懸命自分の心情を綴ったファックスをいただきました。読ませてもらいます。前略、庄司典子様、XJAPAN の電撃解散を委任されて、さぞかし驚かれ、そしてご心配されたことと思います。本来ならば、すぐにご連絡をしたかったのですが、僕自身正直言って混乱していました。XJAPAN の解散記者会見が行われることは全く知りませんでした。今年の4月、僕から脱退を申し出たことは事実です。さまざまな音楽性の違いや人間性の上に成り立っていた XJAPAN でしたが、時が流れてそのいろいろなバランスがいつの頃からか少しずつ狂い始めていました。それをメンバー全員が感じ取っていたと思います。その狂いをなんとか修復しようとレコーディングやコンサートに集中してきましたが、元に戻りませんでした。できることなら続けたかった。XJAPAN を作ってきた一人として XJAPAN への思い、ファンのみんなへの思いは言葉にできません。 XJAPAN は半端な気持ちではできません。バランスを変えた状態の中で歌い続けることは技術的には可能かもしれないけれど、 XJAPAN ではなくなってしまいます。それは自分にとって本当につらい選択でした。ファンのみんなにとっても辛い結果となってしまいました。本当にごめんなさい。もしも辛い時にはこれからも変わらず世界一かっこいいバンド XJAPAN がそばにいます。 XJAPAN はみんなの、そして僕の心の中で永遠に輝き続けるのです。同じ時代に同じ感動を共にした運命主体のみんなを心から感謝しています。本当に本当にどうもありがとう。1997年9月23日、無限の愛と感謝を込めて、トシ。
今トシは自分の心情を一生懸命このファックスの中に込めてくれました。ファンのみんなもどうかトシの気持ちも分かってほしいと思います。そしてヨシ、ヒデ、パタ、ヒース、この5人のこれからをずっと応援していただきたいと思います。昨日もしょいちゃんとも話しましたけども、一人一人がやっぱりその、音楽の違いといってもいい音楽を求めていくんですからね、福岡さん。同じような目的を持ってスタートしても、はい、人間の歩幅っていうのは人それぞれ少しずつ違ってきますのでね、うん、時間が経てば今、彼が言ったように、少しずつずれてきたっていうのは致し方ないことかもしれないですね、はい、寂しいけれどね、不安はまたそこを乗り越えれないとね、みんなまたお一人お一人に応援して差し上げてください。